君25歳選挙出れるよね、うん、もう親子3代フッサ住んでますから、うん、いや秘書じゃなくて議員がいいよって言って、そのままの面接でですね、もう議員に口説くみたいな、で彼今回出馬したんですよ。本当ですか、はい、当選された。当選されました。25歳、まあ、僕も今回もまあ東京維新で100人を超える人数を面接しましたし、このあたたらしい党の時も何十人と面接しましたけども、やっぱり最後にこう腹くくってくれる人ってのはすごく少なかったりとか、すごいこの人いいっていう人ほど最後は家族の反対がとか。さあ始まりました選挙 .com チャンネル、私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日も昨日に引き続きましてスペシャルゲストにお越しいただいております日本維新の会政調会長の音喜多駿参議院議員です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで音喜多さん今日最終日です、はい、最終日なんでお願いします。もうだいぶね、はい、もうだいぶ砕けてきました。だいぶ砕けたんでもう厳しいネタないでしょう。大丈夫じゃないですかね。お、あ、ようやくベーシックなのが来ました。ベーシック1番。あ、1番。1番。ああ、これ本来なんか最初に来たんですよね。そうですよね。1夜目にやるあの話ですけど、はい、はい、ということで、はい、日本維新の会の統一地方選の、はい、成果と課題についてですけれども、うん、まあ、今回の選挙で当選された599名と、はい、175名を合わせて774名と、うん、これは当初の目標を超えてきましたよね。はい、まあ、当初600議席ということで、うん、まあ、600議席を下回ったら馬場代表がもう辞任をするという、うん、まあ、背水の陣で挑みましたんで、うん、まず、あ、大きく上回る結果が出たということは、うん、まあ、もちろん惜敗した仲間たちがいるので手放しでは喜べないんですけども、うん、まあ、大きなご期待いただいた結果かなというふうに思ってます。ちなみに音喜多さん個人的にはこう600は超えると思ってました。600はね、まあ、超えなきゃまずい結果ですしね、それと執行部総大臣ですから、うん、まあ、これはいけると思ってました。いけるとか行かなきゃいけないと、うんうんうん、ただ774というのは、うん、まあ、予想以上のご期待をいただいたという面はあるかなと。ただ藤田文田幹事長曰く、もう774読み通りだと。なんか確かにそうなんですよ。あの本当ペーパー証拠があって、あのこう計算して、はいはいはい、いろいろと分析して調整して、はい、まあこういう数字になるんじゃないかと予測、うん、ペーパーって774って書いてあるんですよ。本当にドンピシャだったんです、そういう意味では。へえ。それは結構恐ろしい。やっぱ公明党に近づいてるんですか。すごいですね。でもやっぱそれだけやっぱ選挙でもまあいろんな調査も含めて、その予測の精度も上がってるってことですね。うん、まあそうですね。あと、まあやっぱこう、前半戦後半戦と分かれたことも良かったと、東京的には思うんですけども、前半戦奈良県知事選挙をやっぱり勝利したって、はい、大阪のクワトロ選挙ですか、4つ、うん、あの、知事、市長、市議会、府議会と、うん、まあ全てでこう、干渉したと、はい、いうことですごく報道が増えましたんで、うん、で後半やっぱその勢いっていうのはやっぱすごくあった。で、うんうん、まあ、関東圏とか後半組の方はもろにその追い風を受けたっていう印象はありますね。そういう印象なんですね。結構やっぱり都内でもその日本維新の会の候補者がトップ当選する実態が多かったですよね。まあ、そこは反省点としては、まあ、単にやっぱ候補者が足んなかったというかね。要は、あの、もう1位2位ですよとか言われて、逆にそれは3人4人出せたポテンシャルがあったっていうことなんで、やっぱもう少し候補者擁立が積極率できたんじゃないかって、これは結果論ですけど、そういう部分もあります。これ、まあ、正直な話。もっと候補者を立てたかったけど、なかなかやっぱ人材的に集まらきらなかったのか、まあ、あるいは、まあ、正直その目標ライン的にこのぐらいでいいと思ってたのか、どっちなんですか？あの、地域によるんですよね。例えば、やっぱ中野区とか荒川区とかは、一人しか立てられなかったんですよ。で、比べても悠々上位当選なんですが、これは2名以上立てたかったんですが、やっぱその地区から、ちょっとやっぱ公認時代が直前にあったりとか、まあ、いろんな事情もあってそこは立てられなかったっていう地域ありますね。で、その他でも、例えば、やっぱ北区とかも、やっぱ4立てて3人しか通らず、しかも票数的にはやっぱ5とか受かるんですけども、やっぱそこはうちは、あの、公明党のようにね、票割りが残念ながら、そこはちょっとやっぱ、ちょっと近づいてない。そこは近づいてないですよ。できないので、はい、やっぱじゃあ5人分票があったから5を立てればよかったじゃんねっていうことにならないので、そうですね、それはまあそれまあまあ適正、結果論としてはそこそれなりの、うん、結果だったのかなという面もある。難しいですねそこは。なるほど。はい。まあ、あのこの数字見るとまあ505人が近畿。24県内で、うん、はいはい、まあ、その他が269と、ということで、まあ、やっぱり近畿、関西圏強いんですけど、これ、まあでも、今のお話聞いてると、やっぱ関西圏以外も、まあ、どんどん伸びてきてるって、やっぱり印象なんですかね。伸びてきてると思いますね。あとは空白地帯ですね。例えば青森とか、やっぱりいないわけですよ、はい、東北の地方とか。ゼロから1にするのって、やっぱなかなか厳しくて、やっぱ支部もないし、そこで候補者で手を挙げてくれた人とかを見つけれたりとか、育てたりっていうことっていうのを、やっぱこれからどうやっていくか。それやっぱ組織政党の例えばやっぱ立憲さんとか国民民主とやっぱ連合とか労働組合ってどこの町でもあるわけですから、はいはいはい、そういったやっぱりこう最初の一人っていうのはすごく見つけやすいんだと思うんですけども、やっぱ我々そういう取っかかりがないので、うん、本当政治塾をやったりとか、うん、ウェブエントリー説明会とかやって、うん、そこでこう一本釣りしたりとかね、いうことをやっぱやってるので、それはもう大変ですよ。
音喜多さん、はい、まあね、それこそ応援演説もいっぱいされて、はい、まあ、全国回られてると思うんですけど、やっぱまあ大阪すごくて、まあ東京はまあ大阪に比べるとまだ少ないと、でも逆に他の地域に比べるとやっぱり東京の方がまだ維新の浸透ができるって、やっぱそういう感じなんですか。まあ確かに、やっぱ都市型政党ではあるんですよね、だから東京都内とか、はい、まあ、神奈川とか、はいはい、やっぱ親和性はあると思います。そういうことはやっぱりこうちょっと選挙中じゃないですけど、やっぱ全国キャラバンとかで、うんうん、九州とか、うん、東北とかいろいろ行かせていただいたんですが、うん、やっぱそちらがもっと浸透してないというか。ああ、そうなんですね。まあ知ってはくれてるんですけど、維新珍しいねみたいな、うちには維新いないよねみたいな、佐賀とかやっぱ空白だったので、はい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 、うん、なんかやっぱまだまだちょっと遠い存在っていうところは、その辺はやっぱ本当課題かなって、ね。なるほど。今後そこも含めて広げていくためにどうしていくのがいいんですかね。まあこれ魔法の杖はないんで、はい、今回今政治塾をすぐやっぱり統一戦終わった瞬間に今まさに募集中なんで、うんうんうん、なんか貼っといてほしいんですけども、うん、はい、再来週ぐらいに募集してます。これ我々動画チャンネル的には貼れないかもしれない。ちょっとごめんなさい。口頭で宣伝しますけど、はい、まあ政治塾とか、はい、エントリー説明会、ウェブエントリー説明会とかって、はい、そういうことでやっぱりこういろんな全国各つつ裏からどっちもオンラインで受講できるので、うんうん、申し込みした方とかを面談して、うん、やっぱ出てもらうってことしかないんだと思います。うん、はい、今回僕が引っ張った中で一番面白い出方っていうかユニークな質問の仕方は、僕の事務所の施設秘書を募集したんですよ。はいはいはい、ちょっと秘書募集しますって、僕も全部ネットで募集するんで、そういうサイトでこう自分のサイトであったと、まあ、結構申し込みおかげさんいただいたんですが、25歳のね、東京都の福生市っていうところに住んでる青年がアプライしてきたんですよ。で、君25歳選挙出れるよねって言って、もう親子3代福生住んでますから、いや秘書じゃなくて議員がいいよとか言って、そのままの面接でですね、もう議員に口説くみたいな。で、彼今回出馬したんですよ。本当ですか。はい、当選されたんです。当選されました。おー。25歳で。だから、でもご本人は別に選挙に出たいと思って、音喜多さんの。音喜多だけじゃないです、ね。秘書を経験した、ちょっと政治家に興味があるから、まずは秘書からいろいろ勉強したいということで、はいはいはい、応募してきたのを出してしまうっていう。はい、じゃあまあ、維新の会で出たい人、音喜多さんの施設秘書に応募すればいいかもしれない。リアル考えたんですよ。秘書募集とかこうした方が、もっと意外といろんな多様な人材が来るんだろう。そうですね。ただやっぱり、ね、候補者募集って言うと皆さんね、はい、それはなかなか手を挙げないけども、はいはい、ちょっと秘書とかインターンならやってみたいかなみたいな、そういう窓口からっていうのはまああるのかもしれないなっていうのを、ね、思います。面白いですね。はい、なんか人材の質がみたいな話にちょっと最近話題になるんですけど、そこをどうやって乗り越えるか。あ、でもね、この人材の質っていうご質問いただいたんですけども、はい、やっぱ難しいですよね。身体検査とかよく言うじゃないですか、業界用語で、はい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 。身体検査ができると思います？いや、無理っすよ、ね。無理でしょ。まあ、せいぜいウェブのね、はい、SNS 見たりとか。そのぐらいですよね。ぐらいしかできないので。就活生に対してできるぐらいのことしかできない、ね。できないでしょ。それ本当更新状使って、じゃあ一人一人ね、はい、700人とか出して、やるか絶対できないじゃないですか。できないです。だから、まあ、それはもう本当難しいし、うん、その人材育成とかもこれから新人研修とかやりますけども、うんうん、会社と一緒で、うん、即席栽培みたいな、研修なんかやったら一人前のね、人になるわけじゃないので、うん、こればっかりはなかなか難しいのは事実です。ただまあ魔法の杖じゃないですけど諦めずやるしかないので、まあ論文審査やったりとか面接やったりとかで、まあどこまで見抜けるかっていうのはね、ありますよね。やっぱりでも論文とか面接やると一定のなんかその、なんか分かる部分あるんですね。あ、まあ明らかにダメな人っていうのはもう論文とかエントリーシートなんかで分かりますよね。で、面談もして、今やっぱオンライン面談なんでできるんですが、はい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 、うん、でもそこでもまあ分かる面はありますけどね。ただやっぱこう、実際、じゃあ、選挙活動、政治活動やってみて、うんうん、もっと頑張ってくれるかなって思った人が全然頑張れなかったりとか、あ、うん、まあまあ問題児までいかなくてもちょっとっていう人はいるので、それはなかなかね、いや、このプロとか、でも人事とかの話とか聞きに行きましたけども、はい、みんな同じですよね。ああ、そうですか、企業もね。企業もね、苦労してますよね、そこはね。確かに。どこに行っていいんですか？人事とかのプロとか、要は採用やってる会社とか、どうやってそういうのを見抜くんですかね、みたいな話では、まあちょっと相談ベースしたりとかしてますけども、まあそれっぽいこと皆さん、ノウハウを持ってますけども、でも最後はやっぱり何でしょう、選球眼中かね。そうですね。AI がやっぱそれパーってセレクトしてくれるわけじゃないですから。でも、それこそそういうのとかも多分これから AI とかが、こういう傾向を持っている人は、不祥事を起こしやすいみたいなデータっていうのは、蓄積をしていくと思いますよ。それででも自分が弾かれたら嫌ですよ。そうですよね。やっぱ問題あって、これは、あらゆるところ同じ問題ですよ。AI がね、そう判断して人を予見を持って、マイノリティレポートって昔映画ありましたけど、はいはいはい、犯罪を AI が予見して、事前に逮捕するみたいな、そういうディストピアの未来なんですが、それやっていいのかっていうと、やっぱモラル的にはそれってやっちゃいけない話で、そういう傾向にはあるかもしれないけども、でもこの人つながまあいいし、俺はこいつを信じてみたいって思ったら、基本やっぱ人間が人間選ぶわけですから、それやっぱ不祥事ってのはゼロにはできないので、やっぱ人として向き合って人材育てていくしかないんだろうなというふうに思いますけどね。はい。ありがとうございます、はい、じゃあ次のテーマいきたいと思います、はい、あといくつだ、あ、もう、あともう、あ、もうこれ最後の、あと2つある、あと2つありますね、ピョン、はい、
8番。8番。あの時事ネタに答えてっていうことで、はい、これ絶対厳しいやつ来るやつ。これまた厳しいやつですか。時事ネタ、今週の旬なネタ。はい。外交ですね。外交ですね。元徴用工、うん。まあ、心が痛む思いというご発言でしたけど、うんはいはい、まあ、これはかなり、表現にも気を使った、コメントなんじゃないかなと思いますけど、うん、時田さん何かご意見はありますか。僕これはまあ一定評価ができると思います、なんでしょう、いわゆるこう国内の日本の立場は一切変えず、うんうん、そしてまあ韓国側の今新保守政権の大統領は結構頑張っていらっしゃると思うんですよ ね、うん、やっぱその反日的なものを政治利用するべきじゃないとか、うん、結構踏み込んだ発言されているので、やっぱそこに一定やっぱ歩み寄る必要はあるだろうというふうに思いますので、うん、それでこの心が痛むという表現で、うん、そこに寄り添いつつも日本立場は変えないと、うん、ということで、まあちょっともすごい保守的な人はこれでも不満というか、うん、もう韓国が全部歩み寄ればいいんだっていう人いると思いますけども、うん、やっぱそこ建設的な関係を築くためには、うん、これ表現をしてやっぱりうまく向き合うっていうことは僕は必要だと思いますんで、うん、なるほど。やっぱ岸田さんって外交はいいですよね。小野田さんもそういう評価なんですね、うん、これはもちろん運とかもあると思う、タイミングとかも、まあ、ウクライナ行ったタイミングで、その上で中国かロシアに会談してるとか、あれってやっぱ図ってやってるわけじゃないと思うんですけど、すごく結果として際立ったし、で韓国の問題もやっぱこの政権交代が起こって、はい、先方の大統領がやっぱり日本に対して歩み寄る視点を見せてきたとか、うん、すごくタイミングとしてすごく持っていらっしゃって、まあ、外交の岸田ってやっぱり自称してて、岸田さんの能力によるか分かんないですよ、分かんないですけど、少なくともタイミングとしては持ってるなっていう気がしますね。なるほど、うん、ちなみに外交はいいってことは内政は微妙っていうことですかね。まあ微妙っす微妙っすなるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ次のテーマいきたいと思います。はい、松井一郎さんの、また厳しい、はい、やっぱちょっと編集部は音喜多さんに対して厳しいのかもしれないですけども、ね、はい、維新バスターですよね。維新バスターは、あの、前、先週のご出演者の方でしたけど、YC、はい、さんですね。はい、何もバスターされてないっていうことをお伝えしておきたいんですわかりました。それちょっとまた、別途やりましょう。はい。松井さんの、政治資金管理団体の、話ですけども、本人の同意を得ないまま署名を応援していたと、はい、会計責任者を変更するという、これはでも、なんかこうご意見ありますか。まあ、これ、政治資金管理って、はい、まあ、あのね、国家さんで出してたと思いますけども、はい、あの収証国を毎年出さなきゃいけないですよね、はい、で会計責任者、実務者とかこうやって、こうやると、はい、まあ、家族も大変ですよね、はい、やっぱミスはすごくあるんですよ、はい、だから訂正っていうのはすごくあって、うん、まあ、今回、この会計責任者の方が、まあ多分名義貸しというか、ずっと昔からやってた方を、まあ、確認しないで、うん、まあ、去年と一緒だからいいだろうってことで、使い続けてたっていうことで、それはミスはミスとしてね、改めなきゃいけないわけですけども、うん、まあ、だからまあそこはね、なかなか完璧にはできないっていうところだったんですが、まあ、反省しなきゃいけないだろうなと思いますけどね。うん、ちなみに、音喜多さんも、うん、はい、まあ、あの政治資金管理団体、当然持ってらっしゃると思うんですけど、こういう報告書出すときって、やっぱ全部こう、目通すんですか。一応、ざっとは通しますよ。でも、この、僕でも言いたいのは、これ、なんか、言い訳地味ますけど、よく秘書がやったことで、私は知らなかったみたいな話で、はい、うん、そんなわけないだろうみたいな、そうつくもやるじゃないですか。うん、でも、それはありえますよね、やっぱり。ありえますか。何百万単位でやってたら、やっぱその数万円くらいの支出まで、一個一個じゃチェックを政治家本人がするかっていうと、パッて見ますけども、やっぱじゃあこれなんだっけみたいなことってたくさんあるし、やっぱり、1年前のこと覚えてないわけじゃないじゃないかとか、追及されても、1年前のこの領収書なんだって言われて、出てこないことってやっぱ全然あるし、なるほど。やっぱ秘書がこう、なんかやってくれてる中で、秘書がやったことですっていうのは、これはリアルあり得る話だと私は思いますね。面白いですね、その視点はね。確かにそうかもしれないですね。はい。じゃあ次のテーマいきましょう。はい、はい、立憲若手ら200人以上擁立をと維新に危機感ということで、はい、まあこれは、維新が危機感を持ってるんじゃなくて、維新に対して、立憲の若手が危機感を持ってるというお話だと思うんですけども、これはどうですか。まあ、立憲に対しての思いも含めて、うん、まあ、その立憲が150人以上っていう候補者擁立っていうのは、うん、まあ、野党第一としては少ない数字ですよね、うん、まあ、それはやっぱり要は維新他党との選挙協力って織り込み済みだと言われてたわけですけども、うん、まあ、それやめて200人情報修正するっていうことを、うん、で、まあ、それはいいことだと、まあ、我々はもともと選挙協力はしないということを言い続けてきたんで、うん、ただ立憲さんの一部にはしてくれる、うん、なんだかんだそうは言ったって選挙が近くなったら歩み寄ってくれるだろうという思いもあったと思うんですけども、うん、まあ、そういうことはないというのがお互いに認識を持ってたっていうのは、うん、すれ違ってるよりはいいことだというふうに思います。なるほど。で、これね、あの立憲の若手の方が32名かな、はい、有志でこう署名して出したんですけども、面白いのはね、参議院議員が一人もいないんですよ。これ面白いですね。面白いんですよ。で、まあ一応その署名集めしたのが、まあ、衆議院選挙の話だから、うん、衆議院の若手だけで出したっていうのは理屈としては僕は分かるんですけども、はいはいはい、相当参議院には寂しいというか。なるほど。僕ら違うのみたいな感じはあるんじゃないかなと勝手にこう、ね、僕もね、あの前回も前の晩も話した参議院なんですけど、はいはい、やっぱり、ね、結構距離があるわけですよ。ああ、そうなんです。そういうふうにすごい寂しさを感じる参議院側っていうのは。
そうなんですね。だからちょっとさ、あの、別に不満があるとかじゃなくて、うん、寂しいな、みたいな。僕も混ぜてほしいなって思ってると思いますよね。ここね、そうなんだ。はあ、いや、面白いですね。じゃあ最後で行きたいと思います。はい。じゃん。はい。はい。5番。政党を立ち上げるってどうするのという、うん、まあこれ実は政党を立ち上げた方って、はいはい、国会議員の数より少ない可能性もあるかもしれないですね、もしかしたらね。音喜多さんは2018年に新しい党を決闘されて、はいはい、当時あのクラウドファンディングされて話題にもなってましたけども、はい、これやっぱ政党を作るのって大変ですか。うん、これあの 日本元気にする会っていうのは松本さんの政党も新党だったんですよ、はいはいはい、だから結構新党立ち上げっていうのはその前に一回やってて、はいはいはい、それやっぱめちゃくちゃ大変で規約を作ったりとかね、あと綱領を書いたりとか。当時も時田さん実務やってたんですか。やってたんです結構ね、はい、でだからその都民ファーストの会も新党じゃないですか、はいはい、何の時も綱領とか書いてた。書いてましたもんね。あれはね懐かしいですね。あれ確かあの伊藤優さんなる人がですね、はいはい、叩き台とか書いてきてくれて、はい、あれこうでもこうでもって書き直したりとかなんかした記憶があるんですけども、なんか大体この規約、綱領、政策、この3点セットをもう大体作り始めるところから始まって、まあ、事務手続きはいろいろあるんですけども、やっぱこのクラウドファンディング出てきました、お金ですよね。うん、何をするにもやっぱお金が必要なんで、うん、国政政党だったら5人国会議員が集まれば、うん、政党助成金とか、一定のその収入が見込めますけども、うん、まあ、地域政党なんてそれはないわけですから、うん、やっぱりこのクラウドファンディングとか献金とか、うん、集めなきゃいけないっていうのは、それはまあ、すごい大変でしたよね。そうですよね。まあ、このやっぱり音喜多さん、まあ、これまで政党の立ち上げにいろいろ関わってきて、まあ、お金面大変だと話ありましたけど、他にやっぱり人材とかも大変なんじゃないですか。それめちゃくちゃ大変ですね、これやっぱり僕も小さいとはいえ地域政党立ち上げた時に、うん、やっぱ最初の人集め、まあ、候補者を集めるとすっごい難しくて、うん、まあ、人材発掘の話もありましたけども、うん、まあ、僕も今回もまあ東京維新で100人を超える人数を面接しましたし、うん、この後々らしい党の時も何十人と面接しましたけども、うん、やっぱり最後にこう腹くくってくれる人ってのはすごく少なかったりとか、うん、すごいこの人いいっていう人ほど最後は家族の反対がとか、うん、やっぱ金銭面が不安でっていうので、うん、やっぱり脱落してしまうと、はいはい、いうんで、まあ、やりますやりますやったやりますみたいな人はちょっと変わった人になるから、でも数も必要、しかし誰でもいいわけじゃないって中で戦える人、そしてその資金も必要、何十人分の資金を集め、それにふさわしい質の玉っていう言い方ですけど、候補者を集めるっていうのっていうのはこれはすごい難しい作業だなっていうのはやってて思いましたね。ですね。あの最近だと、まあ、まさに新しく立ち上げて国政政党になった参政党ありますけども、はいはいはい、参政党、音喜多さんどう見てますか。まあ、やっぱり彼らも彼らでその人材発掘は苦労してますよね、うん、おそうですか。多分例えばその今回も、うん、まあ、割と参政党議席取ったじゃないですか、はいはい、各一人ずつ立てればもっと勝負になった選挙区ってあったと思うんですけども、多分それ立てきれなかったんだと思いますね。なんかインタビューでなんか神谷総平さんの読みましたけども、うん、やっぱこう全部神谷さんとかが面接してるわけですよ、はいはいはい、結構マンパワーとしてもそこの時点で無理だと思うんです。なんか、まあ、やっぱりああいうベンチャー政党が何百人っていう人たちとこうなんかいきなり抱えて挑戦させるのはやっぱ難しくて、逆に政治家女子48党みたいな、お金多分彼らは多分全部見てると思うんですけども、そうするとやっぱりなかなか質の面でも選挙の戦い方の面でも当選ラインまで届かないので、勝てる候補をやっぱ一定数揃えるってことはやっぱどこの政党も苦労してるんだなって思いますね。そうですね。これまあ日本のまあ一つの、まあ、政治の制度の問題かもしれないですけど、やっぱりこうまあ、政党要件を満たさない状態で政治団体を、まあ、政党立ち上げてっていう、その相当苦労しますよね、うん、まあでもそれは苦労があった方がいいと思いますけどね。そうですか。やっぱ逆に僕はちょっと今新党乱立気味じゃないですか、うん、あれはあんまり僕はいいことじゃないと思っていて、特に日本ってやっぱ 2% 取れば国政政党になれるんですけども、はいはい、あれやっぱ 5% ぐらいまで引き上げないと、うん、ちょっと今回まあインディーズ政党とか呼ばれ、まあ、かつて言われた人が国政政党になってって、はいはい、多様な意見があるのはいいことなんですけども、はい、果たしてでもちょっと今の国会の議論見てると、うん、ちょっと散らかってると僕は思っていて、うん、もう少しやっぱ 5% 10% ぐらいは取る政党じゃないと、公開討論会とかってやっぱ9党とか10党出てくると、はいはい、まあ、あんま議論にならないのもあるって、うん、それが決してなんか多いから多様性でいいってことじゃなくて、うん、やっぱ 5,6 党ぐらいでがっつり議論して論点を整理して、うん、そこに集約していくって方が、うん、僕はなんか日本の政治の質を上げる気はしますね。なるほど、うん、そういう意味だとどこの党とどこの党がくっついた方がいいとかありますか。まあそれはなんか言えないですけどまあでもやっぱ面白いですよね。例えばさ、今参政党さんと政治家女子団と、はい、国党ってやっぱ支援者を食い合ってるというか、うん、あそこのマーケットってやっぱ一つしかないので、そういうのはまあ自然通ったっていうか、うん、やっぱこう弱肉強食の世界なんでね、政治の世界も、うん、ということは行われていくんだろうと思いますし、令和さんとかもう一定のポジションをね、はいはい、確立しつつあるので、あれやっぱ山本太郎さんって人のね、うん、求心力だと思いますけども、うん、まあ、それは興味深く見てますよ。なるほど、うん、はい、
ということで、本日まで3日間にわたって、おときたさんにご出演いただきました。はい。おときたさんどうでした感想は。そうですね。なんかちょっと編集に悪意があるなと思って。そんなことはないんですよ。大丈夫です。いや、おときたさんだったら厳しい質問でも答えてくれるかなという、はい、あの編集部の期待です。全台本も一切読まずにこう来たのが。確かに台本ないんですよ、ね。ないです、ね。流れに身を任せてしまった。さすがですね。はい、ぜひまたご出演いただければと思います。1万回ぐらい再生されないとまた呼ばれないと思うので、ぜひ皆さん、チャンネル登録といいねと拡散をよろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします、はい、ということで皆さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。